アラルカイトアム川、シル川、秋田家特図とは、中国の南北朝時代から、つい、東時代にかけて、中央アジアのソグディアナ地方に存在していた9つのオアシス都市国家。9つの国王が、いずれも秋タケを国生としたことから、秋ケ家ク図と呼ばれる。また、その国民の多くが、ソグド人であるため、クズ子とも呼ばれる。 特図とは、新東女列伝、第146下の記載に基づくもので、公国、暗国、総国、石国、米国、南国、非広国、墓地国、四国の九国である。その否定地はそれぞれサマルカンド、ブーハラ、カブーダン、タシュケント、マーイムルグ、クシャーニア、不明、不明、騎手とされている。また、新当女以前の北史と随所では、公国、 安国、汗国、米国、四国、南国、カラスナーツ国、牧国、焦げ国の九国が秋武氏を国政としており、新当女とは異なる。ここでは、石国の国政が秋武氏ではなく石氏で、僧国も王が不在で代わりに、皇国王子が治めていたので、該当しない。彼らの祖先は月氏で、もともとは紀連山秋武城に住んでいた。 紀元前2世紀に強度に駆逐された月子は、一旦最族を駆逐して、石区古周辺に寄ったが、間もなく、尊に追い出されて、ソグディアナに移った。広国をはじめ、小さな国々に分かれたが、その王はいずれも古事を忘れないよう、秋武の姓を名乗った。秋武九旧国は、南北朝時代の頃に、の支配下となり、隋の頃には、西特厥に属した。 東大には東に属し、英記念館に皇居と特府が設けられ、安政都後の管轄下となった。秋武特津の人民は、商売に溶け、早くから中国と交易を行っており、東大に最盛期を迎えた。中でも、皇国と石国が盛んであった。現在、西安とラッではそう、石、米、何、安し、安の性が記された母子が出土しており、 軍務などで党との関係が深かったことを物語っている。党で反乱を起こしたことで有名な安禄山は公国人の子孫であり、安禄山に組みした、氏名は四国の出身、党の名称を唄、女官は特決人の父と秋武徳津人の母との子だという。その後も秋武徳津は東西商業交流で重要な役割を果たした。 一国、広国の園芸である古藤米、古仙、舞卓、枝舞は長安で人気を博した。また、獅子、パング、かんきばなどの動物も秋竹特図からもたらされたという。秋竹特図の国々に居住する国民のほとんどがソグド人である。中国に来住したソグド人は漢文書による行政上の必要から漢字名を持たされたらしく。 その際には、出身都市名を示す看護が生として採用された。これらを一括して、即度生と呼ぶ。また、都市名を特定できないが、ら、僕、敵も、即度生に含まれる。中国美の十字路図録の解説から、西日本新聞、2006年9月9日時点のオリジナルより、アーカイブ、2007年12月14日閲覧、林梅村、 最域文明の発見シルクロードの即度金。2007年12月14日閲覧。森安 2007P108。ありがとうございます。